銀座七重チャンネル。銀座クラブ七重、唐沢七重です。今日はですね、大塚家具さんとコラボでして、なんと大塚家具の銀座店ショールームにお邪魔させていただいております。そして恐怖の質問コーナーですね。今日はかなりディープな質問にお答えするという、ちょっと大塚家具さんの爽やかな雰囲気とちょっとそぐわないかもしれませんけれども、ぜひディープな質問にお答えさせていただきます。私は46歳で、現在同い年の旦那と20歳で就職中の息子と高校3年生の息子の2人がいます。現在不倫中です。相手にも家族がいるのですが、不倫相手のことを旦那よりも好きになってしまっている私がいます。はい、もうすぐ息子が就職をして自立するので、今の旦那と離婚して不倫相手との再婚をするべきなのか、このままもう好きでもない旦那と一生過ごすのがいいのか悩んでいます。どうしたらよいでしょうか。ちなみに不倫相手は私が離婚したら自分も離婚するとでは言ってくれています。なるほど。今日私二日酔いなんで、というかまだ酔ってるんで、ズバズバ答えちゃっていいですかね。独白かもしれません。口では言ってくれてるということですもんね。意外と私の人生の経験上、とりあえず男性は言いますから、あんまりそこ本気にしてもどうかと思ったりもするかな。信用して自分だけ離婚して相手が離婚しないと、これドツボにはまりますからね。逆の方がいいじゃないですかね。もしあなたが離婚をしたら私も離婚をするわの方がいい気がします。もうお子さんは高校3年生と20歳だったら、もう大人の考え方できると思うので、高校3年生の子が女の子だったら特にですね、男の子の方がちょっと子供なところがあるので、高校3年生と20歳だったら、まあそこはもう考えなくていいかなと私は思います。でやっぱり好きでもない旦那さんと、ね、ずっと一緒にいれたわけなので、これから先もいられなくはないと思うんですよね。ただそれ以上に好きな人ができてしまったということですよね。まあ、自分の人生ですから、そうなってしまったら一緒にいたいと思うんでしょうけれども、ただまあもちろん不倫も略奪愛も良くないことですからね。自分が死んだ後に天国から地獄の階級ってあると思うんですけれども、ちょっとランクが落ちてしまうというか、人を傷つけることを覚悟の上で、まあ、仕方がないことなのかな。相手がどう出るか次第ではないでしょうか。こんな感じで大丈夫かな。今の旦那と離婚を考えています。ほう。旦那は子供が生まれてくるまではとても優しく家事などもたまに手伝ってくれる良い旦那だったのですが、最近は仕事から帰ってくるのも遅く、今仕事だと言ってるんですが、浮気をしている気がします。さらにいつも夜遅くまで働いているくせに給料もちっとも高くなく、そのくせ休日になると私や娘には目をくれずパチンコに行ってしまいます。ほう。私も娘が保育所に行っている間はパートに行って働いているのですが、旧生活はカツカツです。離婚するなら娘がまだあまり記憶のないうちじゃないかと思ってるんですが、離婚するべきでしょうか。旦那さんがあまり土日に家に居つかなくなるって割と浮気しているパターンだと私は思われます。私も昔そうでしたからね。私の場合は携帯電話を自分の名義に、まあ、結婚していたので変えられるので、自分の名義に変えて発信着信の履歴を取ったんですよね。そうすると長電話しない方が、昔の旦那が、言っちゃっていいのかな、昔の旦那さん見てるかしら、まあ、いいか。長く通話してる方が一人だけいて、その方が誰か突き止めたら浮気をしてる女性でしたね。やっぱりね、お金の問題もありますけど、探偵をつければ一発なわけで。ただその前に、私だったらですけれども、約束をして浮気をしてるのかしてないよ、じゃあ浮気をしてるってなったら慰謝料あなたいくらね、サインしてちょうだいってしてから探偵つけますね。そしたらその金額で探偵料も払えるしって、ちょっとかなり毒入ってますけど。で、まあ、離婚していいと思います。子供の年関係なく、大人になったりちっちゃいうちの方が記憶がなくていいかもしれないですけども、喧嘩をしたり、そういういがみ合ってる夫婦の中で育つ子供はあまり良くないです。私も両親その中でずっと育ってきて、あまりいい思いをちょっとしなかった時期がありますので、それだったら思い切って別居したり別れても私はいいんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。現在34歳で小学生の息子がいます。ぶっちゃけです、はい、旦那は普段は何も言うことがないくらいいい旦那なんですが、うん、もう3年もしていません。旦那からはもうずっと拒否されています。最初のうちは仕事が大変だから仕方がないのかなと思っていたのですが、はい、だんだんと疑うのも気まずくなり、ずっとそこからレスが続いています、うん、旦那が浮気をしているからなのでしょうか、それともそういうものなのでしょうか。女として見られてないのがどうかが悔しいです。どうしたらよいと思いますか。切ないですね。レスというのは私も経験ありますけれども、浮気をしているのかもしれないけれども、そうじゃなくてもう家族になってしまったのではないかなと思うんですよね。本当に嫌いだったら別れたいって言ってくるでしょうし、土日も家にいないでしょうし、残念ながらこう空気になってしまった、家族になってしまったということが考えられるかな。私はものすごく愛情が欲しい人間なので、レスになったら私続かないんですね。なので私だったら離婚を考えますというか、多分他に好きな人ができてしまいますね。まあ無理
にして別れる必要はないですけれども、まあ、例えばちょっとお化粧を変えてみたり髪型を変えてみたり綺麗になるまず努力をして、ちょっと違った別人な感情を出すとまたそういった欲も湧くかもしれないですし、ちょっと自分を変えてみたりしたらどうでしょうかね。それでもダメでしたら他に好きな人を作ったらどうでしょうか。今日はディープな質問にお答えさせていただきましたが、かなり私もちょっとズバッといろいろお意見してしまいましたけれども、楽しいです。なんかでも私もいろいろ悩んできた人間なので、皆さんのお悩みぜひ私でよければお答えさせていただきますので、ぜひコメント欄にですねたくさんいただけましたらお答えさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。銀座の夜にお待ちしております。